こんにちは、今日はですね一人で、お届けしたいと思いますが、まあゴールデンウィークでいろいろありまして今日は一人でということで、すみませんお付き合いください。まあ天候不順でまあいろんな試合が中止になり、まあ日程も不規則になりながら、まあ大変なゴールデンウィークを迎えていますが、セリーグがですね少し大変なことになってきているのかなっていうようなそんな感じがします。それでは3連戦を振り返るということで、まあちょっとやっていきたいと思いますが、まずセリーグ、巨人阪神、阪神が3連勝ということで非常にいい戦いになってきたなという、まあ本来のその阪神の姿になってきたなということですね。で巨人の方はですね、まあ菅野が抹消されたという、まあショッキングな、初戦からスタートしてですね、中継ぎ陣が打たれ出した、今村、桑原、畠、こういった勝ちゲームに非常に今シーズン調子が良かった中継ぎ陣がちょっと崩壊気味に打たれたという、ことがちょっとショッキングだなということですよね。それと、まあ、2戦目に投げたシューメーカーという投手、まあ、非常に投球は安定してるんですがクイックができないということですね。クイックができないことで、阪神の強みである足を使った攻撃にやられるという、その後に出てきたもう今村がですねフォアボール連発して、まあ、試合をぶち壊しにしたんですけども、まあ、今後シューメーカーのことを見てるとちょっと足技にやられるかなというようなちょっと心配点も出てくるというような、まあ、そういう3連戦でしたね。まあジャイアンツとすればやはり若手も使ってますし、ピッチャー陣が特にですね、まあ、使ってますし、岡本が打てないと点がなかなか入らないというような、まあ、そういう状況になっているので、中継ぎ陣崩壊というものがそこからの失点というのは取り戻しのつかない、そんな感じになってきているのかなという感じがします。で阪神は先発陣が、非常に頑張るという、青柳が、まあ、一人で投げ切るというようなねそういうところもありましたし、ウィルカーソン、また西、非常に気迫を持って、まあ、投げてたかなという、これもまあチームの状態が上がってきてるということも あると思うんですね。チームの状態がこう上がってくると、まあ、俺たちもそれに乗ってというか、そのチームの雰囲気を壊したくないというようなね、まあ、そういう状況の中で投げてるという、まあ、それが好投を引き出してるということと、やっぱ阪神はここのところ点を取れ出したということですから、頑張っておけば点を取ってくれるというチームメイトの信頼関係も生まれてきたかなというような、まあ、そんな感じがします。まあ、その中でやっぱ佐藤が良くなってるということ、まあ、ホームランしかりタイムリーヒットしかりで、大山もまあホームラン打った、まあ、その後はあんまり良くなかったんだけども、だけどまあ糸井もね、ベテラン糸井も頑張ってるということで、非常にこうチームに一体感が生まれてきたということ、これがやっぱこう3連勝につながったかなというような、まあそんな感じがします。ですのでこれからの阪神というのは今まで粘りなく簡単に負けてたそんな感じがもう払拭されて、非常にこれから巻き返しをしてくるような感じの3連戦でした。中日広島戦、中日はですね大瀬良に初戦やられて、まあ2試合目2点リードのところを追いつかれ、まあしかしそこからね、まあ追いつかれ方も非常にこう嫌な流れ、8回に追いつかれたところでまた8回に2点を取り戻して勝ったという試合、まあ非常に粘りも出てきてますし、まあ打てなかった時期をちょっと超えたかなという、その中でビシエドが少し当たりを取り戻してきてるということと、石川を3番に使って、まあ、結果が出たという、で大抜擢ですよね、クリーンアップに据えるというあたりがね、でもその大胆な策も当たってるということ、高橋周平が戻ってきた、まあ、大島がいない分みんなで頑張らなきゃいけないんだけども、まあ、だけどそういう主力が頑張り出してきたという、でまあ安倍の勝負強さも残ってるし、だから非常にいい感じ、まあ初戦はやられたものの次へのカードへつながるような戦い方、またその柳というピッチャーが巨人戦にポーンとやられてて、だけど今日どうかなと思ったらやっぱりもうさすがのピッチングを見せてくれるということで、次のカードが非常に本当に楽しみな中日になってきました。で一方広島はですね、まあ、打線野手陣は非常に頑張ってる、僅差のゲームになってくるとですね、まあ、野手陣の頑張りっていうのはあるんだけども、まあ、だけど中継ぎ陣が
特に中崎、この前のカードでもやられてて、で今回もまあやられる形になったんですけど、ここら辺の配置替えをしないと、せっかく野手陣が8回に追いついてたところをもうすぐ吐き出すというようなね、まあそういう戦いをしてると、まあ、野手陣も疲れるし、ちょっとしらけるんですよね。で3戦目にそれがもうきっちり出て柳にやられるというね、まあそういうこう勝っていきながらとか同点だとか簡単にやられるとやっぱチームの士気に影響してくるんで、まあ早く誰かをこうセットアッパーなり据えた方が今後のためになるかなというような感じはしました。広島は野手陣はすごく頑張ってます。堂林とかも頑張ってるし、だから本当に誰か危機管理という意味では誰かを据えた方がやっぱりいいかなというような感じがしますね。でヤクルト DeNA、 ここは雨で2試合中止で1試合しかやれなかったんだけども、この中でサイスニード内山のバッテリーがまあ見事だったですね。内山が非常にいいリードをする、でリリーフ陣梅野今野こういうあたりがですね非常にいい球を投げていた、まあ青木も元気になってきたということ、この1勝というものは非常にこうまあゲーム数がねこの3連戦、まあ、1試合しか やってないんで、まあ、疲労度もそんなになかったと思うんですけども、まあ、非常に中継ぎ陣安定をしてたし、まあ、心強い球を投げてました、まあ、あとはちょっと塩見が少し悪いかなという心配点は残ったものの、まあ、あそこはちょっとヤクルトはひとたびこうリズムに乗ると勢いに乗るともう破壊力半端ないんで、まあ、そこら辺を期待したいなっていうふうに思います。で DeNA、DeNA は一番心配なのはやっぱ桑原、まあ、昨年一番としてフル稼働し、まあ、3割を残しっていうようなまあ活躍を見せたんだけども、今年はちょっとあんまり良くない、まあ打率にすれば2割ぐらいしかないし、まあここら辺を今後どうしていくかっていうのをもうそろそろやっぱちょっと考えた方がいいかなというような、もうやられ方がワンパターンすぎてちょっと見ていて、あこれじゃあちょっと調子は上がってこないだろうなっていうような状態が見えるので、だからそこら辺を少し考えないと、あの打線の流れという意味からするとちょっと止まってしまうかなという感じがします。まあそれとまあ佐野、マンキー、まあ、外、これがノーヒットであればやっぱ点になってこないということですよね。だからここら辺がちょっと一踏ん張りしないと DeNA はちょっときついなっていうような感じがしますね。で、まあ、上茶谷が投げたんだけども、さすがに相性がいいだけに、まあ、2失点で責任を果たすというような感じはしたんだけども、まあでも負けがついてしまうともうヤクルトの苦手意識っていうのは次投げる時にはそんなにないだろうなっていうような感じがします。まあ、セ・リーグ全体的に見た時に中継ぎは勝負、やっぱ中継ぎ陣がやられるケースがここのところ増えてきてる、これはやっぱり疲労も重なってきてると思うんだけども、だけど少し頑張ってるのはヤクルトかな、ヤクルト阪神かな、中日もちょっとやられたケースがあるけども、まあ後の3球団というのが中継ぎ陣に苦しんでる、これからもっと中継ぎ勝負になってくるので、まあここら辺の整備ができてるチームがやっぱり勢いを取り戻すかなって、また勢いがついてくるかなっていうようなそんな感じがしました。はい、続きましてパ・リーグ。パ・リーグはね、楽天ソフトバンク、楽天がまだ開幕してから連敗がないという、まあ調子の良さを保ってるんだけども、今回も負け試合だったと思うんだけども、モイネロに襲いかかり4点を取って同点にし、11回にサヨナラをしたという、まあそういう試合があるんだけども、やっぱり西川と浅村が打つとやっぱここはやっぱ強いし、西川と浅村っていうのはすごく技術を持ってる選手だし、キャリアも持ってる選手だから、そんなに大崩れはもうこれからないと思うんですよね。だから楽天はこれから走り出す、そういう風に思うし、まあ則本が投げて勝つ、これはやっぱこう開幕投手だし、まあ、ちょっと戦列を離れた時期があったんだけども、まあ、戻ってきてすぐ勝ったというね、まあ、9安打も打たれながら粘り勝ちというようなね、まあ、楽天はねもう本当に今のところ言うことないぐらいの、まあ、怪我人が出なきゃいいぐらいっていうぐらいの感じで、非常にいい雰囲気で戦ってるなという感じがしますね。でソフトバンク、やっぱ森がいないとモイネロに頼らざるを得ない、そのモイネロがやっぱああいう形で4失点を食らう、で
左バッターにはホームランってあんな完璧なホームラン見たことないようなホームランを西川に打たれ、また失策も絡みながらやっぱ連敗をするという。で、則本に対しては9安打を打ちながら1点しか取れないという、やっぱこう打線という意味ではちょっと組み方を少し考えた方がいいのかなっていうような、まあそんな感じもするし、まあエラーが失点に結びつくっていうのはやっぱこう一つソフトバンクに踏ん張りが効いてないのかなという。で、初戦に千賀が投げてる、千賀で勝てない、勝ちがつかない、そうなってくるとやっぱソフトバンクは今後やっぱ苦しくなってくるという、まあそういう2連戦です。楽天はやっぱ非常に強い。で、ロッテ日本ハム、打てない守れないだけど、まあ1勝1敗と、1勝してるしてロメロが登板をした試合、まあ2つのエラーと1つのパスボールで一気に9失点をした。まあ自責は1なんだけども、だけどそういう試合をやってると非常にロッテは今後も苦しい。ロッテが打てないもんだから守りを強化したのか、打撃を強化をしてメンバー構成をしたのかわからないけども、やっぱそこでやっぱ守りのミスが出る。で、打てないんだったらやっぱ守った方がいい。で、1点2点っていうのは何とかしてもぎ取るというようなねことを考えた方がいい。やっぱこう1イニングに2つのエラーと1つのパスボールがあれば、やっぱどんなピッチャーだって崩れていくということ。だからもうチーム状態としてはもう最悪なんだけど、なんとか1勝1敗で終わったということは良しとするべきなのかっていうことだよね。で、まあ初戦でもサードのエラーをきっかけに失点をするとか、まあ打ってその時は、勝ったんだけども、ロッテの状態が非常に今良くない。で、マーティンがファームに落ちたということで、まあ調整期間を与えたということだろうね。今後ロッテは苦しいだろうけども、どうやってしのぐかがすごく見ものだというふうに。で、日本ハム、噂が勝てないとやっぱこう連勝になってこないということ。噂にかかる比重っていうのはやっぱりエースだけに大きいとは思うけども、やっぱ勝ちきらないといかんよね。で、開幕したからまだ勝ちがないということ、もう少し噂頑張れというようなことも言いたいけども、でも一勝した中で、まあ打者陣で言えば石、ノーアウト満塁ボール2からまっすぐをライト線にツーベースを打って打点を上げるんだけども、やっぱりビッグボスがずっと初球のストライク、ファーストストライクを大事にしろ、で、ボールの鳴り方、それを見て球種を絞り、石井がまっすぐに絞ってそれをミスしないで打ち返した。だから非常にね、日本ハムの方は成長の跡が見れるし、この試合の中で今川がホームランを打ってる。だから若手も非常に伸びてきてるんだよね。これが安定的な力になってくると、日本ハムは非常に魅力的なチームになっていく、変わっていくというようなね、そんな感じがした、2連戦でした。で、オリックスは、投手陣はもちろん頑張ってるし、まあ、平野が非常に安定してる抑えのね、で、もうなんか隙を与えないというような投球を見せるんだけども、打者陣で言えば吉田正尚だけなんだよね。一人が引っ張ってるような。だ、一昨年、おととしぐらいのオリックスを見てる、もう吉田しかいないじゃないかって。じゃあ吉田を避けられたらどうするんだって言ったら点に習ってこないんだよね。だからそこら辺はまだ勝負に来てくれてるから、吉田が打ててホームラン2本打って勝つとか、そういうことはあるんだけども、本来の姿になってるかというと、やっぱこうみんなで戦う姿が出てきてる。まあ平に襲いかかり、まあ、相手の失策もあったんだけども、まあ、サヨナラにした試合なんかは本当みんなで勝ち取ったような、そういう試合なんだけどもね。だけどまだまだ本来のオリックスの形にはなってないけども、吉田がなってきたということは非常に大きいということね。で、西武の方は高橋光成が投げた時には必ず勝たなきゃいけないという、まあ相手のピッチャー、もう良かったんだけど、だけど高橋光成が投げた時はやっぱこう1点で勝てるようなピッチャーに育ってるからね、だから勝たしてやりたいということ、やっぱ隅田も投げたんだけども勝たしてやれなかったということ。ただし山川が打ったら勝つというね、もうなんか単純だよね。まあ両チームよく似てるのよ。吉田が打てば勝てるし、山川が打てば勝てるという。で、それじゃ困る。周りもこう頑張らないとね。あ、それとオリックスで言い忘れたけど、ワグスバック、このピッチャーが、非常にいい。これからやっぱこう勝てるような
ピッチングをどんどん見せてくれるようなそういう期待感があるピッチャーが出てきたということは非常にオリックスにとっては大きいかなっていうふうに思うね。オリックスは、吉田正尚と投手陣はいい形になってきてるけども、まあ、西武の方投手陣は頑張ってるけど野手がもうちょっと点を取ってあげないと、せっかく伸びようとしてるいい感じで来てるチームがこうピッチャー陣が崩れていくよっていうようなことが、言えるかな。で、まあ、パ・リーグ勢いがつく勝ち楽天連敗がなくここまで来てるけどもやっぱりそのシーズンであの勝ち大きかったよねっていうドラマチックな勝ち方をやっぱこのソフトバンクとの初戦モイネロがね打たれるモイネロを打ち込むというそして浅村がサヨナラで決めるという試合があったんだけどもあの試合っていうのは非常になかなかできるゲームでもないしそれをやらしたソフトバンクにも責任があるんだけども楽天がああいうゲームを作れるようになったしあの一勝というのは非常に今後大きな一勝になってくるしチームにとって自信になる一勝になったよね。だから勢いがつく勝ち方をさせると楽天は走っちゃうよということを言いたかった。まあストップザ楽天に今後なっていくというふうに思います。まあ天候不順な中今日はゲームがないですけどもまあ残りねゴールデンウィークをどう戦っていくか、まあ、5月の末の方に交流戦が始まるということでそれまでチームをどういうふうにリーグの中で戦っていっとくかっていうのは非常に大きくて巨人はちょっと投手陣がちょっと心配になってきてる楽天の方は非常に良くなってきてるというこの首位をどういうふうに抑えていくかというね、まあ、そういう戦いが、まあ、続いていくと思います。